はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もパンティラショーやっていきましょう。ということで、はい、ということで、今回はですね、フィルムレッド、ヤソップ、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい、まあね、レイリーのディフェンダーバージョンとしてね、まあちょっと今ね、話題になってるキャラクターだと思うんですけども、まあ、ゲッターに対してね、かなり嫌なディフェンダーですね。はい、まあ、ゲッター、ゲッターからしたら本当嫌だと思う。このやっぱお宝ダッシュ不可状態を付与ね。はい、これめちゃくちゃ強いよね。うん。で、一応スキル1、スキル2ともに、どっちも付与することができるというものになっております。で、吹っ飛ばしもね、あるんでね。まあ、剥がそうと思ったら剥がせると。で、このヤソップに関して言うと、通常がね、結構長いんですよ。はい、それも強みの一つかなというふうに思います。うん。で、このジャスト回避時に、割合ダメージを与えていくという感じなんですけども、まあ、シャンクス対面になってきたら、ちょっとまあ、もう、狩られるまでちょっと延命するという感じになってくんのかな。まあ、このスキル2が、防御力無視なので、まあ、これを当てることができれば、ダメージカット無視なので、まあ、いけるかなという感じなんですが、まあ、いかんせんちょっと80なので、ちょっと耐久面とかも、まあ、やわやわなんですが、これ100とかになったらね、そこそこ戦えると思うんすよ、マジで。うん。で、あとはですね、お宝ダッシュ中の敵に攻撃した時、与えるダメージが 50% 増加すると。スキル1のクールタイム 15% 短縮と。うん。で、体力が 70% 以上の時、ダメージカットもね、50% あって、最大体力の 50% 以上もダメージカットあると。はい。まあ、という感じになって、まあ、回復もですね、吹っ飛ばした時に、回復していくので、スキル1、スキル2を当てることができれば、回復していくというキャラクターになってますね。うん。まあ、なんで、まあ、ゲッターを基本見ていきたいかな。で、ジャスカイをね、しっかりと、取り入れるところは取っていくと、はい、いう感じになってるので、まあ、ジャスカイありきのキャラクターになってくるんでね、多少 PS がね、求められてくるキャラクターになると思いますので、はい、まあ、よかったらね、最後まで見ていってください。ということで、頑張っていきましょう。レッツバトル。続いてやっていきましょう。シャンクス一体はめちゃくちゃありがたい。さあ、これで、この状況はしっかりとちょっと活躍していきたいね。うん。で、ゲッターをね、見に行く姿勢でいきたいかな。さあ、あれ、二陣攻められてくるかな、おで。あ、なんか来てるね。あ、桃源突火来てる。さあ、息子よ私。うん。まあ、息子しっかり強いね。息子しっかり強い。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。んで、ジャスト入ってない？あ、待って、入られたか。さあ、とりあえずここ貯めておきたい。んで、まあ、ウソップが見に行った。で、まあ、シャンクス借りに行くでしょ、カイドウ。はーい。で、あもうすんなり避けられた。さあって。もうこれ当たる気しねえ、マジで。さあ、ヤマト、オッケー。うん。で、いける。いや、めっちゃ入るな、ダメージ。いやー、オッケーオッケー、カウンター出たらでかい。さあ、ここで吹っ飛ばし。うん。あれ？シャンクス大丈夫。さあ、行ってほしいな。ちょっと待って。あー、オッケー。んで、ここ。あれ、待って。もう、シャンクス、行ってこい。もう大丈夫。ここまで削ってくれたらもういけるから。ちょっと待って、もう上取られるな。もう間に合わないんだよな。間に合わないからほっとこうか。んーで、あっち逃げるね。うん、オッケー。さあ、んーで、あー、ナイス。あー、オッケー。俺のフォローが、まあ、生きたかな、今のは。さあ、ここで、オッケー。よいしょ。オッケー、ナイス。そう。ヤソップはこれよ。ジャスカイしまくること。これに意義がある。さあ、ここ、オッケー。ナイス、オッケー。んで、ここも、よいしょ。これよ、これ。連続3回避、オッケー、振ってます。いや、取れる、いける。いや、マジいいね。さあ、で、ここシャンクス間に合うかな。いやー、倒されるか。うわー、こっちに来る。うわ、そっからのシャンクスは効いてない。マジで効いてない。いや、今のよな、今のができればマジで強い、このキャラクター。ただ、今のできなかったらマジでちょっとお悩み相談ですね。はい、うん、ちょっともう一回これいけるね。さあ、ゲッターがおでんだからね。よし、あ、なくなりましたね。さあ、虹守りに行くか。んーで、まあ、ゲッターじゃない。あれ握ってるけど大丈夫でしょう。さあ、オッケー。四季が守りに行ってくれてんのかな。さあ、そこで飛んで火にいるヤソップさんと。んで、吹っ飛べ。あ、どこってんの？どこってんの？あ、そうか、シャンクス破棄状態か。まあ、この不毛な戦い。はい。まあ、全然ダメージ入らん。さあ、そこ守れるかな。
頼む、フルチャージ。回避の邪魔するな。いやーそう、吐き状態中じゃなかったのに当てたかったよ、マジで。んで、よいしょ。いや、間に合う間に合う間に合う、大丈夫大丈夫。おでんナイス。いやー、いける、頑張れヤソップ、いける、ここで見せ。うわー、あー上、ありがとう。あー、やっぱジャス返しまくんないといけないね。いやー、ナイスナイスナイス、ありがとう。はい、ということで頑張っていきましょう。もうただいまね、もうちょっと3、40分プレイしてるんですが、なかなかジャスト回避がうまいことね、こう取れていけなくて。で、やっぱね、80なんでね、なんか100の嘘、ヤソップとちょっとあったんですよ。あったらね、めちゃくちゃ耐久強そうだったんだよね。もうなんで俺、わぁ、俺のと思ったら、やっぱ80とのこの差ね。まあ100はね、その方ね、2分ちょっとぐらい生きてましたね。まあこっちのブースが来るまで。はい。あ、これはね、ありがたい。そう、吹っ飛ばす。で、あ、これで付与できたね。さあ、オッケー、ここ。よいしょー、ナイス。で、そこ。あー、いける？あ、オッケーオッケーオッケー。これでまた不能だね。オッケーオッケーオッケー。で、ヤマト、あれどうなってんのそれ。え、食らってなかったんだけど、怖っ。いや、届かんか。いや、でも通常、ここ。よいしょー。ただ、タゲが合ってくる。あ、タゲが合わない。よいしょー。タゲが合わない。シャンクス、やっぱりやっこい。やっこいなー。ジャス回しても意味ねえな、マジ。んーで、よいしょ。いや、ナイスナイス。ありがとう、ありがとう。あ、待って。あ、やばいやばい。きっと、あ、待って、めっちゃ暗い、やべえ。よし、オッケー。なんか時差すごい、時差すごい。ちょっと待って、お、やべえ、無限無限無限。よいしょ。あ、これは楽しい。くっそ、できんかった。いや、待って、あー、おかしいな。いやー、きっといたらめっちゃ楽しい。きっといたら楽しいな。はい、もう一回ね、ちょっとしっかりと守っていこうかと。さあ、あの、二陣多分ケージ減らされたんで、あそこ貯めに行きましょうか。貯めに行きつつ、ジャスト回避取りつつ、頑張っていきつつってか、あー、やばい、お天気来たな。んーで、さあ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 、んー、まだこっちのブーストだね。いや、貯めに行く。さあ、降りてくるかな、おでん。んーで、いや、来ないかな。いや、これはちょっと当てたい。いい加減これ当てたい。いけるやろ。え、玉どこ行ったん。玉どこ行ったん今の。さあ、オッケー。んで、よしよし。んで、よし。あー、怖かったか。ちょっと早かったな。我慢しきれんかったな、トツカ。んー、まだトツカあるかな。よいしょ、こう。おい、今のジャスカイでいいじゃねえかよ。ちょっとぐらい判定緩くしてくれ。いやー、ちょっと待って。あれはもうちょっと赤犬に任せて。あ、いやいやいや。いや、待って。いや、みんなで取り返そう。いける。いや、オッケーオッケー。ヤマトの撃破。いや、これ逃げれるんじゃね、ワンチャン。あ、そこヤマトいんのか。いや、逃げれる逃げれる。で、ここ、オッケー。さあ、で、んで、ここ、オッケー。いや、ナイス。で、ここ、よいしょ。いや、いけるいけるいける。あー、ちょっと待って。いや、まだキッドがいる、キッドがいるから、ここいける、入っていけれる。よいしょ、オッケー。いや、いける。いや、無理か。いや、頭、あー、いや。はい、ということで終了でございます。ありがとうございました。ということで、もう80だったからね、めちゃくちゃしんどかった。やっぱりディフェンダー100になんないんで、ちょっときついね。耐えきれるとこが全然耐えきれなかったっていうところがあって。たりもして、うん、で、まあ、ただね、ジャスカイをね、いっぱい取ることによって敵を吹っ飛ばせれるし、そして回復して割合ダメージも与えることができるので、まあ、そこはね、かなり強みなんかなと。まあ、なんで使ってて、これ間違いなく楽しいのは楽しいです。強いかどうかは置いといて置いといて、楽しいっちゃ楽しいですね。はい、ただやっぱね、シャンクスにやっぱスキル1とかぶっ刺されると、だから広いステージとかだとちょっと活躍しにくいかも。うん、やっぱ飛んできてスキル1当てられて、ちょっと痛い痛いという形になってしまうので、なんでもうスキル1はね、もうスキル1だけ回避するつもりで戦っていくという感じですね。はい、まあ、なんでぜひともね、ヤソップゲットした方、ぜひとも頑張ってリーグ頑張ってください。はい、ということでですね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。